石の養分を立てた、はい、ね、しと急所については、うん、大いに研究するべし、急所攻撃についてはいろいろ勉強研究すべし。大体小さい人間が大きい人間に勝とうとする場合、一つの方法としては急所攻撃である。相手を怪我させないように、そして自分が怪我しないように留意する、注意する必要がある。そういうふうな注意をした上で急所をし、急所攻撃を練習することは非常に大切だと思っている。急所を攻撃することにより、小さい人間でも弱い人間でも意外と大きな効果が出せる。急所の研究、急所の攻撃、普段から教えている。何度も言うが、怪我させないように、怪我しないようにやってほしい。